桂主役爆笑コレクション。どうや、一生懸命のおしゃべりでございます。よろしくお付き合いを願うのでございます。さあさあ、まあなんじゃで、こっちいんねで、へー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 、やないわ、聞いたで、まだブラブラしてる、遊んでいるということをばな。はあ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 、やないや、よかったら小遣い儲けをばやらしてあげようかいなと、こう思うてな。結構ですね、小遣い儲けというようなものは、どういうようなもんでございます。どげなもんでございますか、どげなもんでございますかて、こげなもんと格好もでけへんけども、わしゃまあ割合若い自分からな、楽しみが半分じゃが、夜店出しの道具屋というようなもうのをやらしてもうてんねがな、よかったらお前さんにもやらしてあげようと、まあ、こう思うてな。わあ、夜店出しの道具屋、面白そうですね、興味深そうですね、やらしてもらいます。ああ、そうかいな。いや、やるというのをなればな、ちょっと荷物当たっとかないかんで、なあ、そこの風呂敷包みをこっち持っていなはれ。なんでございますかい、風呂敷包み。あ、うわあ、これでございますね、よろしおます。よいとしょの、こらしょの、どこいしょの、よしとしょっと、よっとしょの、こらしょの、どこいしょの、よっとしょと、よっとしょの、しょっと、よいとしょと、わあ、いろんなもんが入ってますね。いろんなもんが入っているじゃろ。いろんなものが入ってますね。ああ、ノコギリが入っていますね。ちょっとお尋ねしますが、このノコギリ、切れますか？何？このノコギリ、切れますか？失礼な男やな、お前さんは。嘘にも道具屋としてやで。ノコギリを売りに、出そうというそのノコギリガヤで、切れんノコギリを売りに行くというようなことが、お前さん、考えられるか考えられんか考えてみたらわかるじゃろ。はあはあ。で、切れるんですね。え？切れるんですね。ああ、ところが世の中というものは、面白いもんじゃねえ、考えられんというようなことが、往々にして考えられるというようなことが、考えられるというような、はあ、ごじゃごじゃ言いなはんな、どうでんねん。ああ、実はきれい。はっきり言おう。切れませんか。切れんのじゃ。それはだいたい売りもんと違う。ここだけの話よ、そう言って。いいなはんのや、火事場の焼け跡でこの間拾ってきたんや。火事場の焼け跡で。そうや、あさび落として、油塗って、の焦げた、付け替えたんや。まあ、とりあえず、そういう風になってたんじゃ。まあまあ、そんなもんでも、にぎやかしやで、置いといたら、またどこぞのアホがこうていくてなもんや。まあまあ、楽しみ半分でやっているというのは、まあ、そういうようなところもあるのんじゃ。面白いお商売ですね。そうじゃ、面白い。世の中というものは愉快に暮らさにゃ。どんなら、はあ、そんなもんですか。ああ、これこれ。それなんじゃで、ノコギリと掛け軸と掛け軸と一緒にするやつがあるか。掛け軸って何ですか？そこにある。うわあ、掛け軸が破れてしまう。掛け軸ですか？なるほど。床の間や何かに、ぶらーっとぶら下がっている。あれですね。なんじゃこう、字なんか書いたやつ。ええー、いや、なんかね。
見してもてよろしか。あ、見ても結構。そうですか。あ、見してもらいます。わあ、なるほど。こら、なかなか面白い絵ですね。え？面白い絵ですね。こら、珍しいな。おう、お前さん、絵はわかるか。わかるかってバカにしなはんな。わかりまへんでかい。こら、珍しいな。おお、ボラが、おお、で立って、そうめん食うてる、てな。絵は珍しいな。あ？ボラが、おお、で立って、そうめんを食べてる、てな。絵は珍しいな。お前さん、どんな目してんねん。ボラが、おで立って、そうめん食うてる。そら、恋の滝登りやで、それは。あら、こら、恋の滝登りですか。当たり前やないかいね。ブラが大出たってそうめん食うてるってな、絵柄がどこにあんねん。ああ、さよか。変わってるなぁと思って。変わってるなぁって。わて、ボラがね、ボラがこんな大出たってるとこへ刺して、上からそうめんが、うわーっと流れ込んでんのかなと思って、ぎょーさんこぼれたるなぁ、思ってね。もう、もったいないなぁ、思って。アホなことを言うのやないわい。恋の滝登りじゃ。ああ、そうですか。改めて尋ねますが、恋は滝を登りますか。勢いのええ魚じゃで。うん。恋は滝を登りますかって。当たり前じゃないかいな。ええ、恋という魚はな。ほんま勢いのええ魚じゃで。川下から川上へ刺して、どん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 登っていたな。まあ、間に滝があったら下から上へ遡りに登っていくというな。ほら、なんじゃで、子供の節句の時にやで、男の子の節句の時に、恋の登り上げるちゅうのはそういうような、勢いの良い子に育つようにというようなとこじゃい。はあ、面白いもんですね。そうじゃい。へえ、そこのぼりにばーっと滝を登っていきますか。そうじゃい。へえ、ちょっとね、今私ね、恋の滝のぼりにつきまして私、恋の捕まえ方中のをちょっと思いつきましたね。はあ、効果的な恋の捕まえ方ね。はあ、どうすんねん。どうすんねん。ええ、何ね。とりあえずバケツに一杯水汲みましてね、鯉のいてそうな川へ行きます。橋の上からこのバケツの水をべーっとぶっちゃけまして、あーいちゃったー言うときますけど、滝ですよーとこうね。え？ちょっと皆さん方へお知らせしますけど、これ滝ですよー。少し小さいけど、滝ですよーとこう大きな声で言いますとね、ほら、鯉の中にも、やっぱりね、慌てもんな鯉が、一匹や二匹大抵あるもんです。慌てものというよりも、一ビリと言うた方がよろしいかね。お時だな。ちゃなことを思うやつ、おますわい。ほいで下から上へ、ドド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 ほいでバケツの中へ、ドッパーンと飛び込んで、しもた。バケツのことを、しちゃったなぁ。というね。ダッパーンと飛び込んでね。わぁ、バケツのことをしちゃったなぁ。え？下からズズズズズ滝を登って、ズズズズズバケツをひゃービャーっと飛び込んで。しまった、バケツのことをしちゃったなぁ。いやいや、いやいや、ズズズズズはわかるけどな。おしまいのその。バケツなことをしちゃったなって何や。いや、バカなことをしちゃったなという、シャレをちょっとおまけに。おまけはいるんわい。それ。いや、そんなアホなこと考えたね。そこへ何しときなはれ。ああ、それと、これこれ。その花瓶な。ああ、そうそう。気ぃつけなはれ、それ。横っ腹に穴が開いてある。
穴がそれより大きいなっては売り物にならん。不思議なもんやな。どちゃみち水入れたら盛るよってにな、売り物にならんようにも思うねんけれども、不思議なもんやな。人間注文はそのぐらいならまあなんとか売り物になる。それよりおいくらったらダメやけどな。気ぃつけて持っていくようにね。それからそこの電気スタンドや、そう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 、不思議な顔してみんねやない。大体は三本足や、そうや、三本足で立つわけやね。ところが気の毒に一本取れてしもてね。二本で立たんねん。あ、立ちませんか？立ちませんかて立たん。そりゃそうや。なんでもみんなものは三本なかったら立たんねん。三輪車かて、輪が三つあるよって立つねや。自転車立たん。ポターッと倒れるやろ。なんでも三本あって三つのところがあって立つねん。ほー、そんなもんですか。そうや、人間こう二本足で立つねん。不思議なこっちゃね。ほんとですね。そうえ、ところがこれかてほんまは倒れてんねんで、なぜ立っているかということは、人間というものは呼吸をするじゃろう。それで立っているねんで。ああ、そんなもんですか。そうや、人間かて二本足や、ごとくかて三本で立つねんやないかい。三輪車かて三本で立つねんやないかい。人間二本足で立つねん。ほんまおかしいがな、これは実は倒れるねん。さよか。そうや、息してる、呼吸してるで、これ立ってんねん。なんで？なんで、たかて、こうして一本二本、二本で立ってるでしょ？横には倒れんけれども、やっぱり前後には実はこれ倒れるねん。ところが後ろへこう倒れそうになるでしょ？その時に息をスーッとこう吸うねんね。そうすると、へぇ、元へスーッとこう戻るでしょう。今度は前へこう倒れそうになるでしょう。その時息をハーッと吐くでしょう。ほと。また元へ、わーっと戻るね。それからまあ、遅うにこう、実は前後にこう動きながらこれ、立ってんねんね。そうですか。そらそうや。それが証拠に、いっぺんガーッと息を止めてごらん。ものの二分もしたら、たたーっと倒れる。はあ、不思議な頭ですね。そんな私の方が言うた方が合うように思いますけどね。いやいや、合うも、合わんもない。そういうもんじゃっちゅうことじゃいい。まあ、それも、工夫つけて売りなはれ。それからそこのおひなさんの人形さんじゃ。うん、それ。着付けも禁断で上等じゃが、肝心の首が抜けるのでね。はあ、まともなもんありませんね。そんなアホなこと言うねや。そうしたもんじゃい。それがな、その担当。それ。飽きやせ。飽きやせ。そんなもん抜けやせ。なんぼ引っ張ったかて抜けへんちゅう。ほんまもんと違う、スパーッと抜けへんねん。ええー、踊りや芝居で使う小道具や。実は木刀みたいなもんや。一本木の上に絵が描いてあるようなもんやさかい。引っ張って抜けるわけがないか。ないやないか。アホなことすんねやない。汗かいて引っ張らいでもええちゅうねん。おかしい男やで、シャツやとかパッチはひとまめ、まとめにして、太やないで、太鼓やとか、笛、ダサいでも、その箱の中入れといたらよろしい。はぁ、ちょかちょか、しなはんな、そこに帳面があるやろ。それ元帳や、そこに元値が書いてあるよってな。それ見て、その上なんぼか上乗せして打ったら、それだけがお前はんの、儲け。
元さえこっち入れてくれたらええよってな。私の儲かりですね。そうじゃい。ありがたいね。ありがたい。今日は坂町の夜店やで。向こういたらな、本屋の善さんという人がいるでな。この人に本町のジンベエの代わりに来ましたちゅうたらな。バー割りから店の出し方から案情を教えてくれる。商いは牛のよだれということがあるで。店の出し方からな、全部教えてくれるから。あかんとぼちぼちやんなはれ。いってきます。はい、荷物を全部背負って歩きながら、うわぁ、ありがたいこっちゃね。今日から夜店らしいの道具屋やるなんて、ありがたいね。夜店、小さい自分にはよう行ったけれどもね。買う方へはよう回ったけど、売る方へ回ると思わなんだね。ほら、もう小さい自分に買うた分だけ、今度は売って元を取らないか。ありがたいこっちゃで。おひいさん。赤い顔してはるね。不思議なね。おひいさんちゅうものはね、頭の上でお仕事してはるときには、白い顔してはんのにね。足で山の声隠れはる。もうぼちぼちお家へ帰ろうかいなと思いはるときに、大抵真っ赤な顔したんね。おかしいね。おそらくどっかその辺の酒屋へ寄って、いっぱいカーッと引っ掛けて帰らはんねんな。帰って、おい、今戻った、ちゃうな。お帰り、ちゃうなこと言うて、今日はまぁちょっといっぱい飲んできた。ご苦労さん、ちゃうなこと言うて、おひいさんにさよなら、ありがたい。こっちゃね。ほんまにも、いやいやいや。浴衣着てる人がザラ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 歩いてるやないかいな。ぼちぼちこら。お、坂町の夜店近づいてきたに違いない。よー、言わんこっちゃないわい。お、出たあるわい。お、両側。あんな店、あ、こんな店、こんな店、あんな店。いろんなもん出たんね。植木屋さんがあるかと思うと古本屋さんがある。周り道路ありがたいね。万華鏡おはじきいろんなもん売ってある。リンゴ飴ありがたいね。一日カステラありがたい。こっちゃね。おうおう、ろうそくで走るポンポン船なんてありがたいね。おう、同じ船でも小脳で走る。車やなんてありがたい。いろんなもん売ってあるね。あんな店、こんな店、こんな店、あんな店。いろいろ、わあ、やっぱり子供がギャーさん寄ってあるのは、なんやね、金魚すくいや。やっぱり子供、こんな好きや。ちょっと、どいて、ちょ、どきなさい、泣きなさい、泣きなさい、泣きなはれ、言うて。ねん、どけっちゅうねん。のけっちゅうねん、のけっちゅうてんねん。痛い。痛いのくせむでるき。何言うたんねん。どんならんでよ、わあ、ちょっとちょっと。うおい、ちょ、おっちゃん、上手やで、おっちゃん。上手やで。開けへん。開けへん。そう、その子。そこの子、そこの子。開けへん、開けへん。そう、それ上へ、ペット上げたらいかんて。薄いもんや。紙で薄いもんやで。上へと上げたら、いかん。そこへよーっとこう、横の方へスーっとこう、滑らかに滑らすようにして、水はすくわんようにして、金魚だけをそうそういう風に、そう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 。わ、破れた。ああ、痛いや、ぬくぬく。そっちの子。そっちの子、そっちの子。そう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 。おっちゃんの言うこと聞きなはれ。おっちゃんの言うことを聞きなはれや。上だっと上げたら行くんで、よっと横の方へ。こう斜めへ刺して、スーッとこう滑らすようにして。水はすくわんようにして、
金魚だけを救うようなことにして、キャーどっち、うわー、ああ破けた、破れてもほったらいかんがな、その枠の針金でえらんとこキュッと引っ掛けて、ああしょうもないこと教えなはんな。おお、おじさんいましたね。やだし、何がいましたね。すんませんが、本屋の善さんという人はどの人ですか。あんた仲間ですか。仲間が仲間の店の前来てわー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 言うてもろたらどんならんな。ほんまにもう本屋の善さん、ちょうどあの辻のとこで今人と立ち話してるあの人です。ちょうどこの頭の後ろのこのちょっと横手のとこへ、この一線ハゲちゅうて、この丸いハゲがあるあの人がそうです。どうの、あの人ですか。えらいすまへん、おおきにありがとう。なら行ってきます。おー、えら引っ掛けや、やましな、早いとこ行きなはれ。さよなら、嫌になってきた。どならんで、ほんまにもうちょっと、あ、痛い痛い、ちょっとすんまへん、えらいすんません、おちょっとすんまへん、ちょっとえらいすんまへん、おっちょっとすんまへん、たんねます。なんです。本屋の善さんちゅうのはどの人ですか。ああ私が本屋の善七ですが、ちょっと尋ねますけど、本屋の善さんどの人ですか。私が本屋の善七ですが、ちょっとつかぬことを尋ねますけど、本屋の善さんはどの人です。私が本屋の善七です。私の尋ねてんのは善さんですけど、善さんどの人です。みんな人は私のことを善さん善さんと言います。ああ、善七さんと善さんと一緒ですか。おかしいな。ちょっと向こうを向いてもらえまへんか。念のために向こうを向いてもらえまへんか。一銭。なにあんたに間違いないです。なんでんねん。あたなんでんねん。あた。わたい。本町の、ジンベエハンの代わりに来たもんです。聞いてました。近所に面白い若い種がある。いっぺん代わりに商売さす。言うて聞いてました。なんじゃ朝から晩までアホげなことを言うて、人を笑わしているような風に思って、実は自分が笑われているというようなことに気がつかん面白い人がいるちゅうこと。あんたですか。なるほどね。へえへえ、来んねやったらもっと早いとこ来てもらわな困りますわいね。もうばわってしまいました。どこでもよろしか。どこでも結構です。おう、そういうこ、ほんならまあこっちついといなはれ。どんならね、面白そうな人やね。ちょっと、えらいすんまへん。失礼いたし、えらいすんまへん。さあさあさあ、こっちね、さあさあ、こっちおいなはれや。これこれ。わたがしこうて食べたらいかん。これ何してなはんねん。今日は売る方へ回らないかんがな。この辺わたがしだけん、なったある子供みたいな人やな。ほんまに射的したらいかん。こっちおいなはれ、早いこと。すんまへん、
この人、今日はジンベエさんの代わりに来はった人です。初めてらしい、面白い人。わたがし食うて射的してはりますわ。どうなりまへんわ。店の出し方もわからんやろうと思いまんので、一つよろしゅうお頼申します。わかりました。おおきにありがとう。この間、えらいすんまへんでした。おおきにありがとう。いいえ、収まりました。なんとか、あなたですかい。よろしゅうお頼申します。わたがし、どうです。いらん。まあまあ、ここへ荷物置いて、いっぺん吐きなはれ。吐きなはれ。私のほうき貸してあげます。ざーっといっぺん吐きなはれ。砂ぼこりかけられ。ちょっと待ちなはれ。これ、こっち向かって吐いてどうすんねん。そっち向けて吐きなはれ。ご座持ってきましたか？いっぺんご座をざっざっと敷きなはれ。荷物並べなはれ。どういうふうに、どげなふうに？いや、どげなふうにて、こげなふうにて、格好もできへんけどやで。とりあんず、とりあえず、傘の低い金目のものはなるだけこう、膝の周りになるだけ間違いごとのないように。で、まあ、なるだけ根の張らんもんで、傘の大きい人の目引くようなものを、前へざっとこうして、まあ、それだけのことです。それだけのことです。それだけのことです。花瓶の穴開いたん、わざわざ向こう向ける人ない、恥さらしてるようなもんや。そんなことしたらいかんって、なるたけこっち向けときなはれ。電気スタンド、寝さしたらいけまへん。嘘でもスタンドというぐらいですから、こう、正したいんですけどね。三本足が一本かけて、二本で正しませんので。で、まあ、私の、心計らいで、ちょっとまあ、寝さしてやりました。それではいけません。嘘でも本人もスタンドという顔がしたいに違いない。その後ろの塀でもこう、もたれかけさしときなはれ。さあ、そいで、よろし。もう、おひなはんの首抜きなはんな。お前は、遊んでんやないが。どんならんで、女には。そいで、シャツね。あんた、だいぶ変わってんね。何ですか？いや、シャツやパッチ。いちいちこう広げて並べてどうしまんねん。バー取ってしゃあないが。洗濯物干してんや。ないで。どんななんでほんまに。これ。太鼓叩きなはんな。笛吹くなっちゅうの。面白い人やな、この人は。何をしてんねん。どんなら、そんでよろしい。こんでよろしい？わー、面白いね。へへー。わー、面白いね。ずるずる歩いたことあるけど、こっち座った初めてよ、世君。いろんな人あるね。人間って面白いね。こうしてみると背の高い人があるかと思えば低い人があんね。ぶわーっと超えてる人があると思うと骨が邪魔して、これより痩せられん。チャーな人も、あんね、うわー、着物を着てる人があんね、わー、ズボンを履いてる人があんね、前開いてる人あんね、いろんな人あんね、わー、男の人あるね、女の人あるね、わー、べっぴんさん、あるね、わー、面白いな、わー、しかし、なかなか、こっち、こんな、みなのきひこか。いらっしゃいませ。出来たての道具屋ですよ。いらっしゃい。
ペッペッ。うー、ここ、これ。笛吹きな、はんなっちゅうに。道具屋。へえ、ちょっとそこの、のこを見してみん。何ですか？のこを見してみん。何です？のこを見せっちゅうねん。のこですか？おお、のこにあります。何言うとんねん。うおの、あそこな。お前の前にあるやないか。のこぎり見せっちゅうの、のこぎり。うお、ああ。あ、のこぎりですか。のこぎり、のこぎりならのこぎり。と、いいな、はれ。あんた、へえ。生意気にのこ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 ってあんた、ぎりを書きなはんな。何を言うとんねん。はぁ、あ、ふん、はぁ、はぁ、はぁ。おら、大工やい。こういうものは見てわかんねん。どんなら、これいかん。何がいけまへん？いや、いかん。これは焼きが甘い。はぁ、はぁ、焼きが、焼きが足らんわい、こら。なんです？何ごちゃごちゃ言うてなはんねん。焼きが足らん。いや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 、あんたほんまに大工さん？ものがよくわかる？わからんに。わからんやろに。いや、他のことは私も知りませんけど、焼きが足らんちゅうことだけはおませんよ。ここだけの話で言うたげます。言うたげます。それ大体ね、売り物と違いもんに。ひー。ジンベエさんがね、火事場の焼け跡でそれ、拾うてきたんです。へえ、錆落として油塗ってね。ええの焦げたん、付け替えてあるんです。売り物言えないんです。大体は、けどまあまあ、そんなもんでも、並べといたらどこぞの、アホが買うていくやろ、言うてね。こんなん、楽しみに、やってんねん、言うて。あんた、買うか？誰が買うかい？よろしかったら、またね。売れませんでしたね。あんた、だいぶに面白い人でね。顔を見た時から面白い人やろなと思ってたが、やはり面白い人でした。へえ、あんた、だいぶに変わってなはんな。変わってはる、みんな。ええ。あんなことを言うて、売れますか？あた。ええ。嘘でも大工さんって自分から言うてなはったら、棟梁とか、そういう口合いそっちゅうことをしなはれ。あた、棟梁大した何やおまへんけど。まだ、板の30や50切れますせ、とか、なんとか、うまいこと言うて売らなあきまへん。ここだけの話ですけど、火事場の焼け跡から拾ってきたってのあんた、油塗って錆落として、油塗って絵の焦げたん付け替えてあるんです。こんなんでもどこぞのアホが買うていくやろうって、あんた買うかって、はい買います、言う人あるかあんた。よー、あんなこと言いなはったで、のっけから。証弁されてましちゃやないかいな。え？のっけから証弁されてましちゃやないか。おお、どこにおしっこ？いや、違うがな。おしっこちゃうねん。こう、冷やかされただけで、冷やかしてかわんやつのことを、証弁、ち、言いまんねん。まあ、世代、一生懸命、店番しなはれ。ああ、さようか。不調ぐらい覚えとこな、いけまへん。そうじゃい、うん。ちょっとそこの、なんじゃねえ。なんです。ああ、掛け軸おば、ああ、見してもらえるかいね。ああ、そうですかい。忍術の巻物ですね。どうぞご覧を。忍術の巻物とはおかしいが。はっは、なるほど。ああ、これは何じゃな。あわほに、うずら。こんなとこに、また面白いもんがありますでな。ああ、ええ、文鳥。うわ、うわ、谷文鳥はきついな。こんなこと言うてなんですが、おそらくこら、
ああ、道具屋さん、偽物でしょうな、偽物でしょうな。こんなこと言うて失礼ですけど、こら偽物でしょう。なんじゃとおっしゃるんですか？偽物ですか？偽物ということをあなたはお尋ねですねんな。ちょっと待っとくれやっしゃ。ちょっと待っとくれやっしゃ。はっは、偽物やということをね、この人が喜んでいるね。いやー、こんなことを甚兵衛はん、なあも言うてなかったけど、この際偽物ということにしといた方がええやろね。また何やかやって売れるかもわからんよってにね。偽物ですということをやっぱり受け負うた方がよかろうね。私のまあ商売の何としてもね。何をごちゃごちゃ言うてたんですかな。はっきり言わしてもらいます。事物です。この際ですからはっきり言わしてもらいます。これはなかなかの事物です。なかなか興味それだけの事物はありませんよ。もうそこらで聞いてもらいましてもね、そらなかなか誰が見ても立派にこれこそ事物だというような事物です。まあなんです、世界とは言いませんが、日本どこを探してもろても、それだけ立派な義物はありません。どうぞご安心を。だいぶ面白そうな人やね。義物という言葉ほかにろくなものもなさそうだし。また来ます。さよなら。またどうぞ。義物ですよ、言うてきますよ。うちはこういう店ですよ。義物ばっかりですよ。笑うわ。ほんまにあんたおもろい人でんな。あんた言葉頭ん中へいっぺん通してからもの言うたらどうです。義物って何のこっちゃ分かってまんのか。あんた偽物やということです。義物偽物って言うてたやないですか。あんた日本一の偽物、偽物分かってまんのか。誰が見ても偽物ちゃ。そんな偽物がどこにおんねん。うちの店、偽物ばっかりですって。そう、あんな、アホなこと、言いなはったな。私の誤解。誤解って、誤解も六回もおますか。よう、ほんなこと言うてなはんで、小便またされてますやないか。しっかりしなはれ、どんならんな、ほんまにも。おい。その電気スタンドちょっと見してくれるか。型が変わってて面白そうなね。何ですか？電気スタンド？電気スタンドね。ほら、偽物やおませんよ。偽物やおませんよ。そらそやろんな。電気スタンドの偽物てな、おかしなもんあるかい。なんや。いや、それですけどね。だいたいこれ3本。足ですけどね。足が1本取れて2本で立つのですよ。とりあえずここのうちの塀にもたれて今立ってるんです。どうしてもあなたこれお入り用でしたらね、いっぺん家建ててもろてね、塀もこしらえてもうて、そこへこう建ててもらわんことにはこれ立ちませんよ。お宅塀ありますか？塀のない家なら生意気にこんなもん買いなはんない。や、叱られてんねやがな。さいなら。さいなら。塀ができたらまた買いにおいでよ。家はやっぱり塀があった方がいいよ。恥かかしたようだな。塀のない家住んでね。塀、ほんまに笑わ。あんた、うち商売でけへん。どうしてもあんたの方を向いてしまうわ。まあ続けて笑わしとくなはれ。おい、道具屋。へい、そこの担当を見せてくれ。へっ、え、担当を見せてくれっちゅうねん。なんでございますか？そこの担当を見せちゅうねん。くれ、うくるんぬけい人の言うてることが担当を見せちゅうねん。大きな声で言われると、私胸がドキドキするんですけど。
動機がムネムネ。何？え？たたたた担当ですか？あんた、関東の担当のお人ですか？誰が言葉遊びせちゅうてんねん。お前担当を見せちゅうねん。ああ、これ。ああ、どうぞ。ふん。やかましわい。怯えるな、これ。うん？うっ。ふっ。それね、また後で叱られてもいけまへんので、ちょっと先言うときますけどね。ふっ。うん。抜けまへんで。抜けまへんで、はっきり言うときますせ。抜けまへんで、それ。わかったる。そんなことは、抜けんぐらいなもんにまた値打ちもんがあるちゅうことが、お前らにはわからんわい。おら、なんやかんや言うたかて、こんなものをお前、うちへ来てみ、何分もあるぞ、こういう抜けんものにまた。ふっ、ぱ、値打ちもあんが、あるちゅうこと、うら、この間かていっぺんあった、いい、ぎしぎしちゅうてたけど、研ぎに出したら立派な、ふんのん、ぷ、もてい。鞘の方を持ちますけど、じゃあ、抜けまへんよ。何べんも言うな。わかっとるな。抜けんぐらいなもんにね、うちはあるんがいや。担当の塚の方を持って引っ張りますよ。ふっ、いっこらせ、よっこらせ、こんら、こあら、ふっきゃこらこら、かたいな、こおら、かたいでしょ。なんで抜けへんねん。木刀です。何やこれ。こしれんもんか。こら。ようでけたんな。なんでのっけから抜けんちゅうはへんねんこら。そやから初めに言うてましたやないかいな。後で怒られたらいかんと思って、抜けへん、抜けへん言うて。それあんた一生懸命。ぬくぬく言うて抜いた針もあんのやないかいな。けれども私ね、真ん中あたりからね、ちょっとそれが抜けたら中から何が出てくるかと思って、アホ、汗かいた、ほんま、なんぞ抜けんもんはないんかい。おひなさんの首が抜けます、抜けますよ、回りますよ。ん、なんや、落ちやないんかい。ちょっとみんな、おいなはれ。おいなはれ。商売してる場合や、おまへんでね。おもろい人やわ。また小便ですせ、あんた。小便ばっかりでっしゃやないかい。よし、私もこうなってるに。もう小便でけんて。のっけから断りますせ。これが一番や。断ったらいい？おい。道具や。何です？そこのパッチ見してくれ。パッチちょっとパパラッチ。パッチ見してくれるかっちょうね。パッチオーバー、パッチオーバー見してくれちゅうね。パッチですか？ああ、これ言うときますけど。小便はできませんよ。パッ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 チ、小便でけんって、お前これ、なんじゃ前空いたるように思うけど、なんぼ空いたってもできまへん。こりゃ小便したら怒りますよ。そうかいできるように思う。小便のでけんパッチもらってもしゃあないね。いっぺんいっぺんおろしてするちゃな、情けないわい。んな、まだ来るわ。いや、あ、え、あ、いやいや、違いま違いま。あのね、おしっこできますよ。おしっこはできますよ。おしっこがでけって、小便がでけん。おしっこできますよ。おしっこ、おじさん。買います？
誰が買うかい、そんなもん。ほんま面白い人やな。そこのちょっと笛見してみ。笛ですか、どうぞ。どうなるな、こんなもんは。もうちょっと綺麗にしとかんと。どんなもんか、口につけるもんや。詰まっとるが、来たな。うわぁ、どこへ放り込んどったんや、これ。中ないんや、詰まって、汚いなぁ。指を笛の中に入れてゴミを落としてみようとしたところが、抜けないぞ。抜けないぞ。慌てて抜こうとして引っ張ります。何してはんのです?えらいこっちゃ、指抜けんようになった。指が笛から抜けんようになった。わかりますね。わかりますね。えらいことです。もうぼちぼち帰ります。その笛持って帰ります。あんたもぞろぞろ一緒に連れて帰りまへんで。なんとかしとくなはれ。弱ったな。どうしたらええ。どうしたらええって。そりゃなんです。こうてもろたら。皇帝もうたもんのもんですよってに、そらもう帰ってもうて、3年でも5年でもかかって抜いてもうたら結構ですよ。ですけど、開藩の一番です。はあ、そうか。なもん別にお前、こんな笛大した笛やないや。こんな気に入ってないのにお前、指が抜けんさかい、言うて買うちゅうのも結ったくそ悪いけども、まあ、買わなしゃあないか。なんぼするね。お、買いますか。いや、買いますかって、買わなしゃあないやろ。ああ、そうですね。いや、大変なことになりましたね。ええ、はっはっはっは、ふえ。ちょっと、お待っとくなはれ。今からね、つけますから、ちょっと待っとくなはれ。ちょっと待っとく。大変なことになりましたね。ちょっと待っとくなはれや。ああ、元帳を見てみる。ふえ。安い笛やな。これぐらいでは堪忍せんぞ。ちょっと待っとくなはれ。ちょっと待っとくなはれや。初めて着いたお客やさかいな。儲かったら儲かった分だけ、みーな私の儲け。いや言うてやった。ちょっと待っとくなよ。抜けません。抜けません。抜けんちゅうことは買わなければならんちゅうことですね。大変ですね。ちょっと待っとくなはれよ。そろばんをこうちょいと、元値がこれかな。よし、初めての商売やさかいな。今日は一つ。とんかつでビール飲んで帰ろ。なあ、それぐらいのことをさしてもろてもええわい。着物一枚こしらえよか。米が切れてるなあ。二頭ほど持ってきといてもらおうか。お母はん、いっぺん芝居にも連れて行ってやりたいしな。いや、そうや。こんなことしてる場合やないな。家直した方がええな。壁いっぺん塗り替えなしゃあないな。屋根の瓦変えて、畳もいっぺん変えた方がええやろ。すっきりするわな。裏の塀直して遊ぼうか。恋だけのことしてもろうのやったら、まああっさり家一軒建ててもうた方がええかな。そろばんの玉を全部払っちまって、今日日まあちょっとした家で、こんなもんでできるか、でけんか、わからん。あら、俺変やないかい。あーい。大きな声出しなはんな。お隣、どうしたんですか?ああ、家一軒盗まれたんや。